正解、正解の中で作ってるの、うん、リンさん、宮崎台なんですけど、今日は実は宮崎台で噂のお弁当屋さんがあるの。そこにここね、なんだろう、ライフ、ライフの近くなんですけど、そう、ちょっと行ってみよう。これまっすぐ行くとね、ライフなんですよ。もうそこ、もう行っちゃおうか、このまんま。うん、はい、マルキューさん、ここね、子供たちに大人気。なんでかっていうとね、見て、値段、値段、値段、なかなかないですよ。コロッケ70円、ハムカツ70円、カニクリームコロッケ140円。どうします、何弁当食べます？まあ今日はね、ちょっとね、子供たちに、じゃあこれ食べましょう。コロッケと、うん、こんにちは、すいません、お願いします、カラメルハムです。あのですね、ちょっと はい、僕ら地元の YouTube 撮ってるんですけど、 YouTube 地元の YouTube を撮ってるんですよ、はい、フラットさんが行くって言って、中原区、高津区、宮前区に特化した YouTube 撮ってるんですけど、ちょっと全然取材とかじゃないんですけど、これ買って食べるシーンだけ載せても大丈夫ですか？ちょっと今責任者だね。あ、なるほどですね、なるほどね、わかりました。ちょっとじゃあ出すか出さないか別として、はい、またちょっと来ますね、そしたら、うん、責任者いるときに、はい、そしたらコロッケと、コロッケと、はい、ハムカツとコメンチョ1個ずつください。ハムカツとコメンチョ、はい、お会計が210円。あ、やばい、千円札飛んじゃった、ごめんなさい、はい、もうちょっと待ってもらえば、はい、責任者帰ってくる。あ、あと多分10分、あ、じゃあ待ってます、なんか食べて待ってます、はい。今、責任者さんが帰ってくるからお待ちください。あ、すいません、ありがとうございます、はい、買いました。一応今カレーハム台呼ばれたら、責任者さんが帰ってきてちょっと一回声かけてからしますって言ってたんで、まあ戻っちゃってますけどね、こうやって一回ちょっと車戻って待ちましょう、10分ぐらい。さすがにさ、名刺もなく来るのもあれだから。これ買ったんですよ、これ、なんだろう、どれだろうな、これコロッケ、ハムカツ、メンチみたいな何がいい？コロッケ、ハムカツ、メンチ、どれがいい？ちょっと二人とも反応ないね。コロッケ、メンチ、これコロッケ、はい、コロッケ、これこれコロッケ、これ、うん、コロッケね、ちなみにね、全部で、ね、70円これ。だから子供たちに人気なのよ、これ。すごい、食べやすそうな。そう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 。これソースかけたい人、ソースも一応ちょっと1個だけある。ソース大丈夫？いらない？うん、なしでいい。なしでいい。じゃあちょっと子供たちにね、僕これ初めてなのよ、食べんの。ハムカツ。これがメンチ。それメンチ、メンチ。そう。じゃあ、お先いただきます。うん、おやつ、おやつだ、いただきます。どうぞ。おやつ、おやつ、普通に、うん、あ、でも、肉肉しいです。メンチ、すごい肉肉しいです。でもなんか、うん、軽食というか、ちょっと塾帰りとかにはすごくいい気がします、うん、子供こんなの食べればいいね、あったかくて、あっこいね、うん、どうですか、じいさん、コロッケ、ポテトっぽい、
普通のなんかお肉屋さんのコロッケとかと違ってハッシュドポテトってこと？ハッシュドポテトっぽい中が。あ、本当だ。ちょっとちょうだい。切ります。ちぎります。うん、じゃあちぎってください。じゃあ、これ上でいく。すごいポテト感が、はい、うん、あ、なるほどね。確かにハッシュドポテトっぽいわこれ、うん、これいらないあ、うん、すごいやん。あ、芋芋へ、うん、あ、ハッシュドポテトとも違う。もう本当に芋がゴロッと入ってる、うん、うん、これをね、すごいね、ほんと夕方ぐらいになるとあそこ子供たちわんさかいたりとかで、あとお弁当も結構人気でしょ。で、なんかね、町の人の噂だとね、隣の幼稚園の給食はそこが作ってるって言った。うん、うん、だから、なんていうのあれ、給食作るとこなんていうんだっけ、給食室か。そのままそのまま一回そのままだったね。ぜひそれちぎってくんね、ちょっとちょうだい。はい、メンチ、メンチ YouTube アプリメンチです。メンチです。あ、メンチ、みずみずしいメンチです。これはメンチ。うまい。ハムカツいる？はい、取っていただきます。ハムカツ、じゃあこのハムカツの下あげます。下、うん、うん、これは多分コロッケめっちゃお腹たまるわ。これは結構いいおやつになる。あ、ハムカツもしっかり厚みもあって、そう、うん、噛みやすい、接しやすいよね、あのハムカツ。うん、でもだからすごく食べやすい大きさと食べやすい量ですよね。うん、サクッといけちゃう。あ、うん、肉からコロッケいったから喉が渇いてて困っちゃったよ。おいしい、おいしいね。じゃあ今もう動画撮ってからで何なんですけど、許可を取りに行きたいと思いますこれだからまあ見る数上がってるんだろうけど、これもし上げられなかったら僕らが怒られたということですから。本日もフラットさんが行く、ご視聴ありがとうございます。いいな、面白かったなと思う方、ぜひぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。